アドベンチャーアイランドっていうね、外国版は。あ、でもこれ日本、これ日本版やんな、これな。僕今や、いや、そんなやっていっちゃった。ちょっとわかんない。ああ、こうなったな。うん。うん。覚えてるやろ。普段もね、やらなかった。こうやって。これ二人用できないから、これ一人用しかないんだけど。うん。これあの、B ボタンを押しながら走ればこうやってダッシュができるんだけど、まあ、慣れてなかったらダッシュしなくてもいいんだけど。うん。こうなんか、スケボーも、あの、勝手に走るから、あの、操作がかえって難しくなるから、まあ、取らなくてもいいんやけど。ああ、ちょっと危ない危ない、当たるとか言って。なんか、田中の石が焦がってるもんな。うんうん、あれは味方やすくなる。まあそうそう、あれ。あれがいる間は当たっても大丈夫。あのスーパーマリオのあの、スターを取った時みたいな感じで、ぶつかっても大丈夫。ああ、あれ取りたかったけどしょうがない。これで、そうか。うん、こんな感じの。今見てる俺よ。もう一回わからんわ。うん。まあ、また今度やってみたらいいかな、これスケボーばかり、うん、これスケボーは敵に当たったらなくなるんやけど、当たらなかったらずっとついてくるよね、うん、スケボー早いわけやな。そう、早い。あーっとやばい、あこれでなくなるんや、これで、うん、スケボーはこれでなくなるから、ほんなら次はもう走っていくのか、うん、今の卵みたいなんや、あれは。あれ、あれなんかいろいろ。飛ばしているんだ。アイテムが、あれで、取れるんやけど。いろんなの入ってて。あ、タコが飛んでくるんやな、この海から。そうそう、うん。このある程度慣れてないとこんな風に。タイミングが合わんな。できないと思うけど、ね。慣れてんとこぶつかるな。ゆっくり行った方がいいよ。うん、あの、ある程度慣れていったらこうやってこう。タイミングがわかんないな。そう、覚えて、だいぶ。最初の方は、うん、簡単やから、なんとか。早くなるとわからんわな、うん、こんな余計飛んできよったらな。そうやな。もう、このリンゴやらを余計取った方がいいんか。そうやな、この、果物はいっぱい取らないと。これが、これなんていうのかな、これ。あの、うん、お腹空いてる、あれ、なんていうの、あれが、パワーが、だんだん腹減っていて、パワーが減ってまうんか。なくなって、勝手になくなっていくから、あ、ほんなまあ、フルーツを取って、パワーつけるんやな。空腹満たしていかないといかないっていう。うん、あのパワーはなんか空腹の、なんか、ゲージみたいな感じ、うん、なんていうのかな。うんうん、空腹のパワーみたいな感じになってて。うん、勝手に減っていくから、あれがなくなったら死んでしまうから、だから食べながら進まないといけないっていう感じやな。だからスーパーマリオはそんなのないけど、うん、これはそういうのがあるから、常にあのフルーツやら、食べて。うん、見とかなあかんやな。うん。フルーツしながら旅してるみたいな、食べながら旅してるって感じの。うん、高橋名人は食いしん坊やから、そういう設定になってるんだと思うね。で、あの卵取ったら、あれ、ナスビが出てきて、で、高橋名人はナスビが嫌いだから、あかんのか。あの、ナスビ取ったら逆にあの、エネルギーが減っていくようになってね。あ、これちょっと、これさすがに落ちるな。あの、今のね、止まるとこ、止まれなかったから。もうこれ取ったらあかんのか。すごいな。これも最後の命になってしまった。なんか難しいな。改めてやったら難しいわ。これ取ったらあかんのか。これはいいんやけど。さっきのとこだけ取ったらいいんやけど。これ、ここ、クリアや。もうちょっとやってたよな。ちょっとやったな。こうやってたよな。なるほど。この辺は覚えてるわ。ああ。あえて、うん、これゲームオーバーやな、うん、この辺は覚えてた、うん、な
また今度やればいいけど、うんうん